成田インターチェンジの位置成田インターチェンジは、千葉県成田市にある東関東自動車道と、新空港自動車道のインターチェンジである。ここから、東関東道の東京方面と新空港道は、大都市近郊区間に指定されている。東関東道の IC としては、フルインターチェンジであるとともに、新空港道とのジャンクションでもある。新空港道の IC としては、 平行する国道295号から新空港インターチェンジ方面への入り口のみのクォーターインターチェンジであり、かつ ETC 搭載車のみ利用可能なスマートインターチェンジとなっている。東関東道からの出口料金所と合わせて新空港道の本線料金所が設置されている。このため新空港道を利用する場合は東 IC 新空港インターチェンジ間の 通行料金をここで合わせて生産する形となっている。校内には千葉県警察の高速道路交通警察隊成田、文中隊が置かれている。東関東道については、東 IC を境に西側は首都高速湾岸線から続く6車線区間、東側は4車線となる。真空高道の IC は成田スマート IC と区別して扱われている。成田市街から 成田国際空港方面に向かう自動車が国道295号に集中することにより特に朝の通勤時間帯に渋滞が発生していることからこの渋滞を回避する対応策として国道295号から真空行動を利用可能とするスマート IC を設置したもので成田スマート IC 地区協議会によって2009年4月1日から運営されている 2009年4月1日の設置当時は、午前6時から午後10時まで利用可能で、料金は普通車で250円だった。その後、2009年5月13日から8月31日まで全車種100円印とする割引が導入され、2009年9月1日からは、利用時間を午前6時から午前10時までの4時間のみと、する一方、利用料金は普通車等100円。 大型車150円、特大車300円とした。2013年8月8日から利用時間を試行的に6時から15時まで拡大した。この利用時間の拡大と2009年9月1日からの利用料金の割引措置は毎年度延長されており、2020年度時点でも継続して講じられている。ブース数 13ABC、成田スマート IC、千葉県。 2021年2月28日へ閲覧。ご利用時に注意が必要な IC や JCT。東日本高速道路。2021年2月28日へ閲覧。概要成田スマート IC。千葉県。2021年2月28日へ閲覧。成田スマート IC。千葉県。2009年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月28日へ閲覧。広報成田2009年4月15日号。成田市。P20。2021年2月28日へ閲覧。利用方法。千葉県。2009年7月24日時点のオリジナルより。アーカイブ。2021年2月28日へ閲覧。広報成田2009年9月1日号。成田市。 2021年2月28日へ閲覧。成田スマート IC。千葉県。2013年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月28日へ閲覧。成田スマート IC における料金割引及び運用時間拡大を引き続き実施します。成田スマート IC 地区協議会に二千十七年三月十九日付。 成田スマート IC における料金割引及び運用時間拡大を引き続き実施します成田スマート IC 地区協議会 https://www.pref.chwa.lg.jp://douki//douur-gaeyouu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  日中八日閲覧。成田ジャンクションに関するカテゴリー。成田スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。